では両チームのメンバーです。まずはホームの新潟です。ゴールキーパー小島、藤原、マイケル・ジェームス、トーマス・デン、堀米の最終ラインです。コート秋山の中盤センター、2列目には松田、伊藤亮太郎、水戸と並んで、最前線には谷口海人です。一方の FC 町田ゼルビアです。ゴールキーパー福井、奥山、岡野、高橋、そして尾長の最終ラインです。右サイドハーフに太田、平戸が左、そして安井と高江の2ボランチです。長谷川、アーリア、ジャスールと、今日は中島がトップに入りました。そして続きまして黙祷が捧げられます。残念ながら10月21日に亡くなりました J3 テゲバジャーロ宮崎所属の工藤正人選手に対する哀悼の意を捧げる黙祷です。速いボール、ヘディング合わせる、ボレーシュート、最後は溜めてのボレーシュート。小長、太田、水戸が取り返して、さあ伊藤、スペースがある、伊藤裏へ、チャンス、フィニッシュ、ファーストチャンスをものにしました新潟先制。開始13分、水戸俊介、素晴らしいスピードからの右足一閃。水戸は今シュートする前にこのパスを受けてシュートするところに置いて、ここで一旦少しスピードを落としてるんですよね。スピードを落として相手とキーパーの状況を確認してから狙いすましてシュート、非常にこう早かったですけど、3人とも落ち着いて、関わった全員が落ち着いてで生まれたゴールですね、はい、追いかける町田、セットプレーは生かしたい。グランダのボール、高江、柔らかいボール、裏へ、ヘディング、追いつきました町田。最後は押し込んだ岡野、見事なセットプレー、デザインされたプレーから同点ゴールを落とし入れました町田です。完璧でしたね。スルーして3人目でファーに飛ばして、完全にデザインされているので、ここに3人走り込んできてますよね、はい、分かっているから。でしっかり叩きつけてキーパーの足元に、完璧なコーナーキックでしたね、はい、さあ左深い位置から水戸、ニアには谷口、堀米、伊藤へ、伊藤のミドル、振り幅小さいんですが鋭いミドルシュートを飛ばせます伊藤亮太郎です。あの伊藤の得意な距離と角度でしたよね。平戸、転がしてきた、ダイレクト、さらにヘディング浮かせた、キーパー枠を捉えていました町田。太田のシュートでした、早めに入れてきた、もう一度拾ってマイケル、中へスピング、三笘左足、ルーレットから左足フィニッシュを狙いました水戸です。低く抑えたいいシュートでした。そうですね、ここで少し長くなったのをうまく使って反転してですね、いいボールヘッド、マイケル、こぼれたボール左足振っていく、マイケル、さらにプッシュ、トーマスデン、そして後ろから込み、押し込めず新潟、も詰めましたが町田もよく体を張り続けました、うん、よくしのぎましたね。そうですね、どちらもでした ね、センターへ首を振って伊藤、逆サイドを見ながらマイケル・ジェームズへ垂れます、スイッチ入れる、伊藤、鈴木、水戸、チャンス、水戸、出てきた、浮かせた、水戸今日2ゴール、新潟勝ち越し83分。見事なスピードから最後は芸術的なループシュート、今日2ゴール、水戸俊介。でこの最初のタッチがまた1点目と同じように、最初のタッチがいいところに置けているので顔が上がるんですよね。顔が上がってキーパー見ているので、どっちに倒れるか見て冷静に浮かしたと。シュートする直前のコントロールが素晴らしかったですね。
預ける、デンへもう一度、そしてここで長い笛、タイムアップのホイッスル。最終節、そしてホーム最終戦、19年ぶりの J2 優勝、そして6シーズンぶりの J1 昇格に花を添えました。ホームの新潟、長く苦しい長いシーズンを勝ち抜いた者のみに許される権利です。カップ上げ、今アルビレックス新潟 J2 リーグ優勝這い上げ、歓喜の瞬間、殿下ビッグスワンスタジアムが選手スタッフそしてサポーターと一体感で包まれます。